大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交遊録。角川文庫編集部部長の関口康彦さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、えっと、今日はですね、あの読書の秋ということで。はい、あの本の中でもですね、えっと、本についての本をご紹介したいなと思いまして。本はい、あのまあ、当たり前ですけど、本好きの人たちが本を読むので。あの本そのものについて。 何て言う,ん、うん,んですかね例えば本屋さんを舞台にした小説であるとか、うん、ああの本屋さんをたくさん紹介した本であるとか、うん、そういう本 の本をめぐる本本の周りのことをいろいろ紹介した本っていうのがまあ1ジャンルといいますか結構人気のあるジャンルになってましてはい結構このジャンルの中でも次々に新しい本が出てくるんですけれどもまあそういう中であのちょっといくつか選んで持ってきましたので本をご紹介させていただきたいと思います。まずですねえーと 定本本屋図鑑という本をご紹介したいと思います。はい。あの、これはですね、もうタイトルの通りなんですけど、本屋図鑑ということで、図鑑になってまして。あの、もうカバーからですね、表紙から、あの。木の国屋さん。紀伊国屋さんの新宿本店。はい。イラストで収録されてます。で、これ中もですね、あの、図鑑ってなってるんですけど。 あの全国のいろんな本屋さんをイラストでで紹介してるんです、ねえーはい、手書きのイラストで紹介されてましてこれが本当に写真以上にこう、うん、お店の雰囲気というか、うん、空気が伝わってくる感じでこれちょっといはい。 文もイラストもこのこの人が書いたってことなの？そうじゃなくて、そうですね。あのこ個人のえっとこれ著書ではなくて、えっと本屋と図鑑編集部編っていうことなので、あの一人で全部やってるわけじゃないんですけど、絵はあのお一人の方が全部あの本いろえっとと口直美さんという方が絵は全部手掛けられて、なるほど。本当にじゃいろんな本屋さんを紹介している。そうなんです。はい。で。 まあ、47都道府県のです、ねえっと、本屋さんをいろいろ紹介してるんですけれども、えっと、実はこの本あの、最初に出たのはです、ねえっと、9年前で、その後、えー、新たに別の版元からです、ねこう、定本ということで、いろいろ情報を追加して、うん、出されてるんですね、この10年間ってやっぱりあの本屋さんが、全国の本屋さんがずっと減り続けている中で。はい えとこの図鑑に載ってる本屋さんでもですね、うん、その間にもうなくなってしまった本屋さんとかもあったり、うんうん、でもそれでもこう載せてるっていうのはやっぱりそのなくなってしまったからこそ,その自分にとっては忘れられない本屋さんというか、うん、多分あのラジオ聞いてくださってる方も皆さんこう。 子供の頃こうしょっちゅう前を通ってた駅前の本屋さんとか、うん、あの学校帰りに必ず寄ってたお店とかって書店さんとかってあったと思うんですけど、うんうん、今全国で本屋さんが減ってる中でそういうその本屋なくなってしまった本屋さんへの思いみたいなのもこう図鑑っていう形で残ってるとこう何度でも足を運べるというか、うん、あの思い起こせるっていうのを意味であの 単に最新お店ガイドっていうことではない貴重な記録かなと思ってお持ちしましたはい今大きい本屋さんも大変だけどもう商店街にあった本屋さんとか駅前にあった本屋さんとかほとんどないよねそうなんですよね街の本屋さんっていう感じのちっちゃい本屋さんがないよねはい驚くくらいないよねそうなんですよね結構やっぱり まあ、本を読む人が昔よりは減ってしまってっていうのもありますしあとやっぱり世代交代の波も大きくて結構その。 お客さんは来てるけど、うん、もうご店主がご高齢になられて、うん、で後継ぎもいないからもうここら辺で閉めるかっていうことも、うんうん、まあ書店に限らずだと思うんですけどす、ね、あと敵はスマホだなあ<ー> <laughs> そうですね,ーねーやっぱりもう雑誌みたいな情報媒体っていうのはもうこれで全部最新の話題は見れちゃうからみたいなのもありますよねはいもうんていうかスマホの中ちらっと見るともう流れとか解説とかでは。 一冊読んんじゃった気にななるそうですよね情報を得られた気になっちゃうんですけどでも本屋さんって一方で結局買わずに出てきてもあの中をいろいろ見ながらぶらっと歩くだけでも落ち着くというか心地よさ独特の心地よさがあると思うんですけどその本屋さんの空気っていうのをご自宅でも味わえるような一冊かなと思い次は はい、で次は「ですね文にあたる」という本をご紹介したいいと思いますどういう意味だ文にあたる、はいえー、著者が牟田ト子さんという方なんですけれどもうん、うん、これはですね、えー、と本に携わる職業の中でも、うん、構成さんについての,、うん、あのご自身が構成者さんなんですけど、うんえー、構成の仕事にまつわるエッセイということになっています。うん、あの,構成というのはですねあの、うん 作家さんとかその書き手の方から上がってきた原稿をですね、うん、あの書籍の場合はそのまんま活字にして世に出すっていうことはしていませんで、うんうん、必ずその書いてある「誤字脱字」がないかっていうその、うん 間違いを正すっていうのもありますしあとそもそも事実関係みたいなのが書いた人はこう思ってるけど本当は違いますよみたいなそうなんですそうなんです書いてあることが正しいかどうかっていうのをそれ大変な作業なんですものすごいチェックされるお仕事でまあ当にあに普通いわゆる読書とは違う形で原稿を本をずっと読んでいくお仕事っていうことなのでこれも本当にあの 公正の仕事に携わってない我々からするとですね、うん、もう本当にあの驚くようなエピソードがいろいろあったり、<ー>はい、まあ、今大竹さんがおっしゃった通りですね、うん、こうな本当に何気なく、うん、あの 書書き手の方が書いたことでもこの絵本にもあるのがこう例えば猫の肉球の数が5つって原稿に書いてあったとして本当に5つなのかっていうのをどう確認するかっていうのって実は結構難しくってそうなんですよあのこの方もまあ普通にま,あまずじゃあ辞書に当たったりするじゃないですか。 でもその猫っていう項目に肉球の数まで書いてある本っていうのがあるかっていうと、うん、なな、ねうんまあ、なかなかないわけですよねそうなってくると、まあ、猫飼ってる人だったらこうやって見ればいいかもしれないんですけど <laughs>、うん、まあでもそんな風にこう、うん、調べていく先っていうのを実物を見るのか、うんうん、図鑑を見るのか辞典を見るのか。うん そういうどこやって調べていくかっていうのを確認しながらっていうところにいろんなエピソードが出てきて<し> <laughs> <laughs> そうなんですよそううこういう人生を調べる人とそれからなんかこう 前後変えた方がいい赤赤入れる人とはまた別の人なんですか、はい、それはあそうですね、うん、同じ人がやってる場合もありますし、うん、あの別々の人にあの構成さ二、うん、回かけることが多いんですけど一、うん、人目と一回目と二回目で変える時もありますしあの同じ人に違う視点から見てもらう時もありますねまはいそうなんですよこれもあのた例え例実例この調査実例として上がってるのがこうあの 三谷幸喜さんがエッセイで、うんあのー、ある映画のですね「そのうん、ペーパームーン」と映画について、うん、主人公の詐欺師親子って書いたんだけれども実際の映画では、うん、あのー。 本当の父親ではないかとずっと疑っているが明言はされないまま終わるっていうふうまそな記憶違いとも言えないし断言もできない難しいねそういうのは。でそれがちゃんと昴生さんから指摘されてきたっていうことを三谷さん書かれてるんですけれどもこれんか。 もう本当に映画昨日見たばっかりとかじゃないとなかなか指摘できないんじゃないかという気もするんですけど、まあそういうこう職人芸でこう情報の正しさっていうのが担保されてるっていうあの面白さがありますね、うん。すねちょっと記事さんみたいですよね、はい。なんかそ,そうですね。そ,<の>そういうところもあるかもしれないですね, <laughs> ね。いろんな角度から検証をしなきゃいけないっていう、はい。 そうですね。だからいわゆる読書とはその内容を吸収する読み方とは全く違う視点でどんどん読んで疑いながら読まなきゃいけないんですよね。まあでもいろんなのをね構成作家の人は構成するんだろうけど、同じ人がしてあまたこの人か。この人な。多いんだよね。多いんだよな。みたいなな。そうですね。なんかこう間違いの癖みたいなのきっとありますね。はいはいそういう。 本でございます、はい。本のタイトルはもう一回なんですか。はい、分、えー、にあたるという。<laughs> いうはい。ええー、どなたが。はい、ええー、無田さとこさんの本でございます。はい、まはい。で、あとはですね、うん、あの本を出す側、えー、出版社ですね。はい、えと、うん、の方の本もご紹介したいんですが、うん、ええー、島田純一郎さんの明日から出版社という本があります。うんうん、あのー。 最近ですねそのまあ本が売れなくなったって言って本屋さんも減ってるし出版社も苦しいって言われてる中でですね一方でその個人で一人とか二人でやってる本屋さんとかあの出版社さんっていうのが増えていてですねあのこの島田さんも一人出版社といわれるもう自分で出したい本を作ってそれを売るというあの仕事の草分けのお一人だと思うんですけれども。 それでこうの「明日から出版社」っていうタイトルで本当は就職をしたかったでもできなかった、うん、33歳の僕は大切な人たちのために一編の詩を本にすること出版社を始めることを決心したというところからその出版とか本に対する思いをこう エッセまあなんていうかそのビジネス的なノウハウという本ではなくてまあその本に対する愛情がいろいろ綴られてるエッセイなんですけれども、うん、まあじゃあ逆にそういうことになると、はい、その出版社で出した本は、はいまあ、発行部数が、はい、ものすごい数をいってる感じでもないそうそうことだよね。それでもなんかこの人の、はい、ちょっと出したら面白いな、はいまあ、それは。 芸能人でも誰でもこの人の本出したら売れるんじゃないかなとかっていう思いもあって何千ぐらいのことを一人でやっていくそうですそうですでやっぱりお一人でやってる分この方夏覇者っていう出版社をやってらっしゃるんですけど「夏の葉っぱの社で夏覇者」っていうやっぱりだんだんこう夏覇者の本ってこういう感じだよねっていうのが受け取りる手にも見えてきて。 何十万部みたいなスキャンダラスな本とかではないけれども夏葉社さんの本は売りたいっていう書店さんが現れ夏葉社さんの本を読みたいっていう読者がついてきてあのなので何十万部する本じゃないんだけど何千何千ってずっと長くこう。 重版を重をねて読まれるみたいな感じでやっぱりその一人でやってる分の個性っていうのが強く出てそれに対するファンもつくっていうのがすごくあの夏橋さん本当に人気がありますね。で本屋さんもあの例えば荻窪にあるタイトル っていうお店とかですね、はいうん、あと最近できたところだと高円寺にカニブックスさんっていう本屋さんできたんですけど、うん、そういうところもこう2人とかそれぐらいの人数で、うん、お店構えはあの小さいんですけど、うん、でもその分その置く本のセレクトにはそのお店の、うん。 店主の個性が強く出た、うん、あのベストセラーと最新刊を並べてるっていうのではない視点で選ばれた本が並んでいて、うんまあ、大手とは違うそうですね。やり方の売り方。はい、そでそれってそのやっぱり。 大手のベストセラーと最新刊を並べている本屋さんもやっぱり重要でそういうお店がある一方だからそういう個性的なお店も成り立つっていうか出版社についても多分そうだと思っていて大手の何でもあるよっていう出版社さんもあれば一人でぽつりぽつりと一冊ずつ作っていくっていうでそれぞれに違うテイストのでも必要とされる本を作っていくっていうシーンができているのかなと思いますかああ、はい、これ,これ自体は 夏は社さんかられんかあこれはですね、えっと、夏葉社さんの本なんですけど、うん、あ夏葉社の社長についての本を、ちくま文庫で,でそうなんです、はい、で実はさっきのですね、うん、最初にご紹介した、定本本屋図鑑がこの夏葉社さんから、うん、そうなんですね。 はい、えっ、ー、と。ああ、じゃあ、もっともっといろいろね、聞いてみたいところですが、またぜひ機会があったら、ぜひ、はい、紹介してください。いええー、築地のレギュラー、関口康彦さんでした。はい、ありがとうございました。明日は経済学者の金子勝さんが登場します。